こんにちは、田中みやびです、えー。私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやってるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、えー、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日取り上げたいトピックは、えー、飯塚構造受刑者が、えー、93歳で、えー、お亡くなりになられた。 と、えー、いうことを、えー、取り上げたいと思っております。えっとその2019年にその東京都の、えー、豊島区、えー、池袋の方でああのー、まあ、暴走事故みたいな、えー、事件が起きまして、まあ、そこであの,ーえー、なあの親子が、えー、亡くなりましてで何人か他にも重軽傷を負いましてでそこであのー、まあ、えー 罪に問われたのがその飯塚光三さんとという方だったとでその方がえ元飯塚幸三さんという方が元々その結構官僚のトップまで上り詰めたような、えー、通産省でしたっけ、えーね、上り詰めたような方だったので,で、まあ、その方が、えー、書類送検されたんですけれども、まあ、それに関してそのまああのー、なぜ逮捕されないんだっていうような形であの上級国民ではないか。 みたいな「上級国民」っていうような言葉が出てきてあの「上級国民だから逮捕されないんだ」とか「罪に裁く」問われないんだみたいなこうネット上ですごい声が、えー、上がってたような気がするというか気上がってたんですけれどもでまあ結局その後どうなったかっていうとその飯塚幸三、えー、さんは被告として裁判のに立つことになり でまあ、過失運転致死罪致死傷罪で、その懲役いや、懲役じゃないですね、禁錮5年の判決を受けたということになって、で2021年から服役をされていたということなんですけれども、まあ、禁錮なんであの、刑務作業は課されてないのであの、まあ、刑務所にただいるだけっていうような形にはなるんですけれども。 であのまあ単もずっと、えー、健康に健康というかまあ、えー、過ごしていれば来年とか再来年には早くともあの仮出所できてたのかなと思うんですけれどもまああのその日を待つその日まで持ちこたえることなくまああの入所時がもう90歳なんで、えー、高齢だったっていうことだと思うんですけれどもやっぱその刑務所の環境ってあのまあ基本的にエアコンとかないので。 まあやっぱりそのご高齢の体には、えー、かなりきついものがあったんじゃないかなと思うんですけども、やはり、えー、耐えることが、えー、できず。えー、まあ、ただ、老衰なので、あのー、まあ、えー、老衰ってまあ、いろんな状況があるから、別に病気だったということではないということなので、まあ、病気なのかもしれないですけど、老衰も。えー、それで、まあ、えー、お亡くなりになられたということなんですね。 えまあここですごく問題だったのがあの、ね、先ほど申し上げたようになぜ逮捕されないんだとかなぜ、えー、罪に裁かれないんだみたいな、えー、ことだったと思うんですけれどもこれに関して私はの上級国民上級国民みたいな言葉が連呼されてた時とか、えー、ちょっと思ったことがあってまず基本的にそのあの飯塚さんもあのこう事故にあった時、えー、入院されたんですね。えー、ご入院されたので あのそもそも逃亡する必要性がなかったと。あ逃亡する可能性はなかったとで。ドライブレコーダーでもう事故の状況とか全部もう撮影されてたんで証拠隠滅の恐れもないと。で基本的に逮捕,逮捕ってなぜ起きるかっていうと逮捕っていうのはその証拠隠滅されたりあの逃亡の恐れがある時にするものであってで今回の事故においては今回というかその池袋の事故においては そういった可能性はなかったから、書類、えー、送検という形に、えー、なったなと思います、えー。なったということは、あのえー、記事であの、拝見した記事で、あのえーえー、弁護士の方が語られてたんで、そういう側面ってあるのかなと思うんですけれども、なので書類送検で、えー、済んだんですね。で最初、危険運転致死傷罪ではなかったっていう理由も、 あのまあえー、基本的にはその、まあ、い,ろい,ろいろいろ調べた結果、そういうことになったと、あの運転、えー、可能だったっていう判断があったじゃないかみたいなことをその弁護士の方はおっしゃったんですね、まあ、後々の裁判とかの結果を見ると、やっぱりそのあの足が不自由な状態で、えー、運転してたっていうような。 えことが明らかになった,り明らかになったという明らか、まあその前から明らかになったと思うんですけれどもってことはやっぱりそのもそ,もそ,もそもそも運転できる状態じゃないのに運転したことが問題だったんじゃないかっていうような、えー、形になってで結果としてえ今回の判決に至ったということだと思うんですけれどもまあその、まあ、上級国民だから罪に問われなかったとかっていうのはちょっと僕はちょっとやっぱりその。 あのまあ、交通事故ってやっぱ、えー、死人に口なしっていう部分はあると思うんですけれどもただその事故の推移とか犯人の,ああのそれを起こした人の対応とかを、えーえー、見てからあのどんな人も判断されるのであの別にその、えー、上級国民だからどうこうとかっていう話じゃないと僕自身は思っていたんですね。 っていうのがまず、えー、一つあるっていうのと、この問題のなんか本質的なところって、その上級国民とかそのその後のこととかをは置いておいて、あのー、まあ、えー、ご高齢者の方が、えー、運転することの是非っていうことに <laughs> なってくるんじゃないかなとひとえー、に思ってるんです。で、僕自身の話をちょっとさせていただきますと、僕はもうあのー、運転免許は持ってるんですけれども。 20歳の時に取ったんですね大学入って、あのーまあ、教習所の期間だけこちらあの春休み、えー、僕京都の大学通ってたんですけど春休みだけこっちに戻ってこっちというか、まあえー、僕東京,じゃあない東京近郊出身なんで,、えー、で大学は関西だったんですけれどもで、まあ、春休みだけ利用してで戻ってきてであの、えー、教習所に集中的に通って免許を取ったっていうストーリーなんですけれども。 ただね、僕、その時、あのー、最初マニュアルで撮ろうとしてて、で、まあ、当時ってなんか、僕が撮った2005年とかって、なんかもうマニュアルこそ、男はマニュアルじゃないとダメみたいな、えー、関西ではミッションって言うんですよね。えー、そのミッション、えー、マニュアルじゃないと認められないみたいな雰囲気があって、で僕自身もマニュアルで最初撮ろうとしたら、もう全然下手くそで、運転うまくいかなくって、えー、なんというか、 途中で教官から「君はマニュアル無理そうだね」って言われてでオートマに変えたんですよでオートマに変えたらなんかすごいスイスイ行くようになってそれでも一回その卒業検定前の運転でちょっとミスってしまってあの資格の落印をされたりしたんですけれどももうマニュアルも本当にもう何回もやり直しになってでもう中にはほとんどの 僕以外に受けてたような、えー、人たちは特に男性はもうみんなスイ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 クリアしていくわけですよマニュアルでも何でも、えー、で僕はそこであ運転才能ないなって思ってでその時に教官があの授業あるじゃないですかあの、えー、教習所って座学もあるじゃないですかその時にあの、まあ、運転適性のない人は、えー、遅から早からいずれ事故を起こすというようなことをしきりに語ってらっしゃったんですよ なんかそれにすり込まれたっていうのもあるかもしれないんですけど、僕、運転適正がほとんどなかったんですね。あの、最初に運転適正テストあるじゃないですか。なんか心理的な面と技能的な面と。僕、それがもうほとんど下の方の順位だったんですよ。E とか D とかあるじゃないですか。ちょっと覚えてないですけど、ランク。なんか下の底の方のランク付けがされてたので、あ、これ運転やめようって僕思ったんですね。そのもう教習所に通ってる段階から、 あの、免許を取った、免許は取るけれども、身分証明書として活用するだけでもう、運転自体はしないようにしようと、僕自身決めてたんですよ。で、当時はそのマイナンバーカードってなかったので、マイナンバーカード2016年から施行されてるから、えまあ、それ前まではもう、運転免許こそなんか身分証明として、ストロングな、強いものだったんですけれども、だからまあ、そのためだけにその、え、ー 取ったというような形でもうあのー、免許取っても僕は一切運転してないんですね本当にだからゴールドゴールドなんですよ免許僕の免許えー、だけれどももう生涯運転しないっていうことを、えー、一応決めてるんですねなのでその車は別に欲しいんですけれども僕自身が運転できないんでまあ東京に住んでるし持つ必要もないんですけれどもまあなんでそのもう元ともと車に興味なあんまりその、えー、詳しくないっていうのもあるんですけれどもね えー、欲しいは欲しいですけれども、えー、ただそれはちょっと見せびらかすためのものになっちゃうから別にそここれを考えるといらないのかなっていうふうに思うんであのー、まあ今のところ持つっていう決断はしてはいないし運転する決断も、えー、してはいないです。で多分このままいくからっていうんで思うんですけれども僕自身このもう20代の段階でそう思ったような人間がいるのにあのー、まあ高齢者ってそうどこまでえー 何歳まで運転を許すべきなのかなっていう問題になってくるかなと思う。許すってなんかすごい上から目線になっちゃってますけれども、実際問題、あの、なんていうか、飯塚幸三さんも、あの、多分、88歳とか、えー、そんぐらいの年齢で運転されてたと思うんですよ。それはもう、あの、まあ、危険だよねっていうふうに僕自身は思うんですよね。確かこの事故が起こってから、あの高齢者の自,の自主返納、免許の自主返納ってすごい多かったと思うんですけれども、やっぱりその、 僕自身は、あ,のまあ、ある程度の年齢で、ちょっと申し訳ないんですけども、高齢者の方には、まあ、あの運転、免許っていうのを、自動的な執行っていうのを、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなって、僕自身は思っていて、やっぱりその、まあ、60ぐらいまではなんとか動体視力的についていけたとしても、まあ、65歳とかまでだったらいけるのかもしれないですけども、まあ、経験とか慣れとか勘とかもあると思うんで、そこまで運転を進んでた人って。 ただもう70とか過ぎてきちゃうともう厳しいんじゃないかなって僕自身はただ思うんですけれどもただそのこれをやってしまうとあの山間部であるとか過疎地域であるとかあの地方に住んでいる人たちの移動手段が現実的になくなってしまうっていう問題もありますよねあのやっぱりそのそういった地域に住んでる方ってあのやっぱりその車がないと生活できないんで 僕東京に住んでるんであ,のあまりその僕自身あの地方とかそういった場所で車がないと不便な場所で生活したことってないからあの分かんないんですけどいまいち自分事として。えー、なんかやっぱりそういう地域で暮らす人ってやっぱり電車交通の便が悪いしあの車、えー、じゃないと移動できないから、えーまあ、コミュニティバスとかっていうのもやっぱりその本数が限られてるから何か 不足の事態があった時とかにやっぱりそのなんかどうしても買い物を行きたいとか何か切らしちゃったるとたっていう時にやっぱりその車を運転しないといけないっていうような状況になってきちゃってるからそこに関してはすごい厳しいですよね、うん、その一斉に返納さ,させるみたいなことをやってしまうとそういった地域に住んでる人たちがめちゃめちゃ困ってしまうのでやっぱり,っぱりだったらまあなんかこうエリアを限定して あのまあ都市部に住む方々は高齢者の方々はあの70歳を区切りに返納していただきますっていうような自治体ごとにやっていくっていうようなこともあると思うしでまあ将来的にはやっぱりそういった部分のインフラっていうのをまず整えていくっていう必要が交通インフラっていうのをまず整えていくって必要があるかなと思うんですよねそういった方々がその参加部に住む方々が不足の事故とかを起こしてあのまあご自身を傷つけたりとか ご自身の身を命を脅かされたりとか、えー、相手をこう被害者を生んでしまって、えー、なんか悲しい老後を送ることにならないように、えー、そういうふうにしていかないといけないなっていうふうに思ってはいるんですけど、ね、やっぱりその、まあえー、日本中に鉄道路線を張り巡らすとかっていうのは、やっぱり現実的じゃないなっていうふうに、えー、思う部分はあるんですよね。 なのでどうしていくかってなってくるとやっぱりまあ自動運転なんですけれどもえ自動運転っていうのもなかなかねあのまあ日本法整備厳しいですしそれはいい面でもあるとは思うんですけれどもやっぱりその普及しにくいっていう面もあるからでその自動運転もやっぱり事故を起こさないわけではないですしで普及するものも結構何年も先になると思うんでなかなか。 今すしかもこれから高齢化社会にな超高齢化社会になっていくのであのやっぱりその自動車メーカーがあの高齢者にあの返納をさせてもらうみたいなことを言い出す,言い出す確率は低いと思うんですよね。やっぱそれをやっちゃうと車がなんか平均年齢が上がってる日本の社会においてその車が売れなくなってしまう時代に陥 <laughs> ってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんで。 そうですよね、なかなかその、まあ、今、え、後、ー、の問題はその上級国民であるとか、なんかそういうことじゃなくて、高齢者の運転の問題、いつまで車を運転してもらうか、えー、運転させ運転するべきなのか、えー、でそれに伴うインフラの構築、あのだってインフラが便利だったら、えー、交通インフラが便利だったら、別にみんな車運転する必要ないので、正直な話。 そこになってくると思うから、まあ、日本社会とか、えー、日本の地形とか、えー、まあ、そういったもの、日本社会自体を、なんかちょっとある意味、なんかこう、モビリティ中心に変えていかないと、えー、いけないっていうような、うん、っていうふうなこともあると思うし、なんかまあ、人によっては、そういう場所に、僻地に、僻地というか、まあ、山間部とかそういった場所に住む高齢者が悪いんだみたいなことをおっしゃってる人もいますけれども、まあ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 、まあ、ちょっとそこら辺は落ち着いていただいて、 えー、まあ具体策っていうのを、えー、より考えていく、まあ、最終的にはそ,のそ,のそ,のそういうなんかこうそこに住まないで移,動移住してもらおうみたいな策になってしまうのかもしれないんですけれどもなんか他の解決策って、えー、導けないかなって、えー、僕自身は、えー、思っております。 というような形で私がこの件に関する感想をつらつらと語らせていただいたんですけども私はあの車運転する人間じゃないでいまいちその,あのなんかあさってのことを言ってたりとか見当違いのことを言ったりとかもするかもしれないんで。 えー、よく車運転される方とか、えーあのーまあ、高齢者が身近にいて、車運転する高齢者が身近にいる方とか、なんかご意見とか、えー、あったらいただけたいなと思っております。もう専門家の方でも構いませんので、なんか活発な議論ができたらなと思っていますので、えー、コメント、高評価などなど、どしどしお待ちしております。この動画をご視聴いただけまして、ありがとうございました。それでは。